前もこんな話してないと思うんだけど、ヒカルさんの中でタイミングあったんですか？要は今小4ぐらいですか、はい、小4までは可愛らしいというか素直な子やったわけでしょ、前さん、はいはい、可愛らしいやっちゃなーっていう感じだった。親がその時には保育所に行くときに何度保育所に行かなくていけないのか理由を説明してくれって言って僕拒否したらしい。まだ5歳6歳でしょ。そう、本当にそういうエピソードがあるんです。結構そういう系のエピソードいっぱいあって、もうじゃあ小4ちゃうやん。生まれ持って何年前さ、素直なの似てないですよね、その辺。お前似てないですね、本当に。その当時ちっちゃい時は変な弟やなって思ってたんですか？いや、思ってなかったです、別に。そうです、こういう子なんやみたいな。はい、持ってまわれたのも近かったでしょ。だって例えば戦国時代に使用したバズーカ爪楊枝の使い方に乗ったら強いから。爪楊枝使い方に乗ったら嫌がらせ、ストレス。爪楊枝って僕は認めてないですけどね、まだ認めてない。はい、いや爪楊枝は爪楊枝は。いや、こっちがバズーカとしたらよ。まあまあまあ、確かに相手にストレス与えるから。でもその当時はやっぱ気づかないじゃないですか、そんな別に。まあね、2歳差ありましたから、喧嘩とかでも僕はずっと勝ってるわけですよ。それはそうなんですか？それはそうです。ちっちゃい時の肉がでかいですから。じゃあ特にこういうことタイミングで考え方が変わったではなかったですね。今元からでも変わってると思います。こんな話していいですか？親は変わった方なんですか？父親は変わってます。やったな。父なんですよね、多分。父ですね、結局。え、親父さんも革命家なんですか？革命家なんですか？まあ、ある意味革命家ですね。本当に田舎の革命家って感じです。田舎の、でもスタートは田舎の革命家です、ね、まあそうですね、本当に小さい革命をよくわかんない規模で起こしてるっていうのがあります。どういうことですか？だから僕が高校から帰った時に家帰ったら家族が揉めてるんですよ。おばあちゃん、おじいちゃん、父親、母親揉めてるんですよ。で、3対1で父親が1人孤立してるんですよ。あら、もう劣勢ですね。劣勢なんです、はい、で、言い分聞いていくと、父親の言い分は、今から俺は山の近くに住んでたんで、田舎で、ね、田んぼで山に囲まれてたんで、はい、山を開拓して切り開いてゴルフ場を作りたいといらっしゃるんですよ。で、俺にはチェーンソーがあると。マジでチェーンソー1本で俺はゴルフ場を作るとか。いや、簡単だけなんですよ。よくわかんない。それはそうです。意味がわかんない。出来上がる頃多分死んでるでしょ。100年以上かかるでしょ。1人でチェーンソー1本ゴルフ場を作る。絶対なんですよ。でも、試合は絶対にやりきる。本気なんですね。本気なんですね。ノリとかボケとかじゃなくて、はい、マジやな。そうそう、笑いとできてるわけじゃないですよ。そういうこと平気で言っちゃう頭おかしいとかありますね。何個ってなってくると、まあ、ブランディングもありますから話の範囲でいいんですけど、今こんだけ活躍されているヒカルさんのことをおやすさんはやっぱ喜んでるんですか？分かってたって言いますね。どういうこと？いや、昔から僕の方天才って言ってたんですよ、僕の父親は。そりゃこの子生まれるわ。いや、なんか天才やからみたいな。お前はその気はせんでええぞって。お前はお前の好きなの言ったらどうせ天才やからうまくいってまうから何でもしていいぞっていうのが僕の教育だったんで。で、前さんに対してはそれ気になる。お前はもう国公立で大学出て公務員になればいい。本当にリアルマジリアルで、前田さんってするんですけど、僕の父親からしていいですってめっちゃ面白いのが、前田さんが生まれた時に僕の父親は顔を見て、この子には光がないから次産もうって言ったんですよ。これマジでこの子に光がない。そうです、光がない。そんなこと言うのか。それ嘘です。この子には何も感じないから次俺は産むことを決意した。マキの各国がハンマユーザーが生まれた時に各国を言うのを決意したと一緒なんですよ。ひどい言われよ、親前さん。それは認めてないです。それは認めてないです。僕と前さんの言い分はすごい変わってます。だって僕は自営業始めた時も、はい、全く来てなかった。その前さんが大学辞める時、はい、お前は絶対やめなかった。めっちゃ聞いてたんですよ。お前には才能がある。絶対向いてないから、大学卒業してもう無難に生きろって。いや、ありました、ありました。親父さん、見えてるんだ。まあ、なんか僕分かんない。あと、すごい、でも世間体を気にしてましたけどね。村の人とかいるじゃないですか、近くの、近隣の。で、僕、国公立行ってたんで、そこ卒業したら一応自慢できると思ってたんですよ。あー、その世間体をめちゃくちゃ気にして。で、弟に関してはもう、長男がいたんで、長男のこと言ったらいいじゃないですか。そこは好きにしろ、みたいな。あー、なるほど、はい、そこはやっぱり、世間体気にして。親父さんは、光があるない関係なしに、そうそうそう、国公立。そうですね。ちょっと言い訳苦しないですか？どうすんだよ、本当に。大丈夫ですか？大丈夫ですか？今のですか？光なかったんちゃいますか？なかったっすね。